皆さんこんにちは。今日は私のお部屋の机周りのご紹介をしていきたいと思います。よかったら最後まで見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。机の紹介をしていきます。この机は一応ドレッサーです。ウニコで買いました。この椅子もウニコで買いました。机の横には無印良品の掃除機が、コードレス掃除機があって、スヌーピーがいます。これはメンダコです。深海魚ですね。この机の下に置いてある箱は自分の好きなものがいっぱい詰め込んである箱で、付箋とかノートとか入れ物とかマスキングテープとか、文房具が好きなので可愛いものがあるとついつい買ってしまって、ここにいっぱい詰め込んでいます。この下のボックスも好きなものボックスで、キーホルダーとか、こちらはベースで買いました。ここら辺はベースで買った作家さんが作られてるもので、あとは渡辺ちゃんシール、名前シール、これは全部シールですね。シールも大好きでいっぱいあります。もここら辺はこの間韓国で買ってきたシールとかが入ってるんですけど、たまに開けて眺めるのがすごく好きです。机の上行きます。まずこちらはランプです。つけるとこんな感じですね。で、ここにコースターがあります。コラボカフェが好きなんで、そこでもらったコースターがあります。これは私のキャラクターで、ここに指輪入れがあります。指輪入れがありまして、これは大江戸骨董市で買った大正時代のなんか入れ物なんですけど、今はこちらにマスキングテープを入れています。アリクイのマスって、こちらはにはピアスを入れていて、ちょっと下はぐちゃぐちゃなんですけどピアスを入れています。で、ここにはよく使う普段使いできるリップクリーム、ピカチュウのリップクリーム、これは色はつかないんですけど、こっちのクリオのとエチュードハウスのはほんのり色がつくので、普段使いするのにすぐ使えるようにここに置いています。こちらにこの間買ったお気に入りの植物を置いていて、この後ろにニベア、すぐ使えるようにここに置いてます。缶も可愛いので置いてます。で、ここにペン立てがありまして、広島のアンテナショップで冷やし飴っていう飲み物が入ってた瓶なんですけど、可愛いので洗ってペン立てとして使っています。ピカチュウ、これはシルバニアファミリーのしおり、これは無印で買った綿棒入れです。机の上はざっとこんな感じでした。引き出しの紹介をしていきます。この引き出しは2段になっていて、まず上の段から紹介していきます。上の段には普段使うスキンケアのものが入っています。爪切りも入ってました。とクリームとか入っています。2段目はネイル用のものが
入っています。ざっといっぱいあるんですけども、全部安いネイルばかりで、これとかはセブンイレブンで買えるパラデューとかで、ここら辺は100均のサンリオネイルですね。ここら辺がキャンメイクで、ジュードハウスとかネイルホリックとかあります。最近仲間入りしたこのエクセルのネイルは今塗ってるやつなんですけど、結構ツヤがすごく出て、1200円ぐらいして高いなと思ったんですけど、ちょっと最近お気に入りです。で、綿棒があって、ここはキャンメイクのリムーバーがあって、リムーバーはこのパラドゥーノがすごく便利で、この中に指を突っ込んで回すとネイルが落ちるっていう、すぐ落ちるのですごく便利で、これ気に入ってます。セブンイレブンで売ってます。このカンカンにネイルシールとかを入れています。このデコラティブっていうシールがめちゃめちゃ可愛くて、すっごく便利で、貼るだけですぐ可愛くなるので重宝してます。はい、うちの引き出しはこんな感じでした。はい、こちらの引き出しも紹介していきます。こちらの引き出しは2段にはなっていなくて、深い引き出しになっています。深いので収納の仕方がいまいちわからなくて、ちょっとぐちゃぐちゃになんですけども、紹介していきます。こんな感じでぐちゃぐちゃなんですけども、ここにコンタクトがあって、ここにパック類があります。このパック、メディヒールのパックなんですけど、これがすごく保湿力があって良かったので、もっと韓国で買ってくればよかったなと思いました。ここにピカチュウと不思議種のパックがあって、これは前にお土産でいただいたものなんですけども、可愛くて使えなくて、でももう結構な年数経っちゃってるんで、化粧品的に使えないと思うんですけど、取っておいてあります。ここにコンタクトの装着液っていうんですかね、これコンタクト買うとすっごい毎回もらえるんですけど、すごい溜まっちゃって、なんか活用方法あるのかな。ここにクリームとか静電気防止のとか、これはもらったペリペラのリムーバーとかあります。グダルのパッドで目薬が入っていて、グダルのものを買った時にもらえるサンプルがすごい溜まってしまいました。いっぱい置いてあって、この下に化粧品のストックを置いています。この引き出しも紹介していきます。ここには普段使う化粧品が入っていて、ここにはと鏡、これはとピュとドラえもんのコラボの鏡で、新大久保でこれは買いました。特殊とかビューラーとかハサミとかが入っていて、ここはハンドクリームとか日焼け止めとかが入っています。ここにはマスカラとか眉毛のとか入っていて、ここはクッションとかシェーディングが入っていて、ここはアイシャドウとかアルム系のチークとかペリペラのアイシャドウとか 3C のシャドウとか
ルナソルかアレム系とかよく使うもの系のものが入っていて、ここに入りきらない化粧品がまだありまして、こっちの机の横のこの入れ物に入れています。ここは本当にもう詰め込んでるだけのぐちゃぐちゃでこんな感じなんですけど、ちゃんと整理しないといけないなと思っております。こちらの飾り棚の紹介をしていきます。これは無印良品で買った棚になります。もうここは本当に私の好きなものだけを詰め込んでいる空間なんで、全然統一感もなくてぐちゃぐちゃなんですけど、紹介していきたいと思います。まずはここから、ここは本当にもう詰め込んだだけですね。とシーセットサットのステッカーとか、これはオピュの香水とか、あとは好きなシールとか歯の漫画さんのバッジとか、これはこの間買ったテヨンちゃんのピンバッジとか、トムンクさんとか、イーブイのムンクさんバージョンとかあります。ここはカメラがあります。このカメラは最初の方の動画とかはこのカメラで撮ってました。で、ここ謎にシャネルのマニキュアがあって、パンダがいます。ここはと好きな本 とこれは多肉植物 とメガネと、これはよく使う指輪を置いてて、と寺岡夏実さんのピンバッジとか、お寿司のネックレスとか、ここに太陽の塔がいたりします。はい、こんな感じです。で、この上にこれはお気に入りのフェルメール店で買った牛乳を注ぐミッフィーさんがいて、これポール&ジョーのプライマー、かわいいのでここに飾ってて、これはドライフラワーです。古い瓶に入ってます。これはエッセンシャルオイルです。で、これはキャンドルで、ちょっと怖いので火はつけないんですけど、置いとくだけで良い香りなのでここに置いてます。ここに美術館で買ったポストカードがあって、でこれも謎に東京150周年のパズルを飾っています。机の横に少し棚というか棚がありまして、ここもちょっと紹介していきます。まずここに無印のミニ扇風機を置いてます。これは最近暑くなってきたので出しました。去年の夏に買ったものです。で、これは鏡なんですけども、子供みたいなやつなんですけど、この机、ここを開けるとこういうでっかい鏡が出てくるんですけど、ちょっと物を置いとくと開けられなかったりする時があって、でやっぱりこれが使い慣れていて、ついついこの鏡を使ってしまうのでここに置いてあります。で、成田空港のピカチュウ、名探偵ピカチュウがめちゃめちゃ面白かったです。で、これは珍しいふなっしーとたまごっちコラボの首です。で、なんかいろいろ入れるものとかがありますね。はい、そんな感じです。部屋の入り口に小さなテーブルも置いてまして、こちらの紹介も少ししていきます。机の上はこんな感じで、これは無印のアロマディフューザー付きの加湿器です。ここにエッセンシャルオイルを入れておくと自動で吸い込んで匂いを出してくれます。これはラカスタのハンドクリームで、すぐに使えるようにここに置いています。
これはフレグランスジェルでベリーの香りで、ベリー系の果物は食べられないんですけど、匂いはすごく好きなのでここに置いてます。これ蓋を開けて使います。これがすごいお気に入りのミッフィーさんのライトで、つけるとこんな感じです。めちゃめちゃ可愛いです。はい、で最近こう床に座って動画編集するのが好きなので、ここに Mac を置いています。この机の上はこんな感じでした。はい、以上が私の部屋の机周りの紹介でした。最後まで見ていただいてありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではさようなら。